マルセル・デュシャン・エルザ・フォン・フライター・クローリー・マルセル・デュシャンは、フランス生まれの美術家。20世紀美術に決定的な影響を残した。画家として出発したが、ユサエ画の制作は1910年代前半に放棄した。ジスの名手としても知られた。ローズ・セラビという名義を使ったこともある。二人の兄、ジャック・ビヨンとレーモン・デュシャン・ビヨンも美術家。1955年。 アメリカ国籍を取得した。近年の研究では、代表作の、噴水を含む多くのデュシャン作品は、ドイツの前衛で、ダダイストの芸術家、詩人の女性、エルザ・フォンフライター・クローリが制作したとされている。デュシャンは、ニューヨーク・ダダの中心的人物とみなされ、20世紀の美術に最も影響を与えた作家の一人と言われる。コンセプチュアルアート、 オペアートなど現代美術の先駆けともみなされる作品を手掛けた。リュージャンが他の巨匠たちと異なるのは30歳代半ば以降の後半世にはほとんど作品らしい作品を残していないことである。彼が没したのは1968年だが絵画らしい作品を描いていたのは1912年頃までで以降は油絵を放棄した。油絵を放棄した後レディメイドと称する 既製品による作品を散発的に発表した。1917年、ニューヨークアンデパンダン店における噴水が物議をかした。その後、彼女の独身者たちによって裸にされた花嫁、サエモという通称、大ガラスと呼ばれるガラスを指示体とした作品の制作を未完のまま1923年に放棄し、ほとんど芸術家らしい仕事をせず、 チェスに没頭していた。なお、チェスは、セミプロとも言うべき腕前だった。1963年には、服を着たデュシャンが、ヌードの EN、イブ・バビッツと対局しているシュールな写真作品を発表している。彼の、こうした姿勢の根底には、芸術そのものへの会議があり、晩年の1966年、ピエール・カバンヌによるインタビューの中でデュシャンは、 クールベイコー絵画は、網膜的になったと批判しており、関連としての芸術という考えを述べている。芸術を捨てた芸術家として、生前より神話化される傾向のあったデューシャンに、批判的な声もあったが、死後、密かに制作されていた、イサクラッカする水、照明用ガスが与えられたとせよが発表され、周囲を驚かせた。墓悲鳴に刻まれた、死ぬのは、いつも、 他人ばかりという言葉も有名。1887年、ノルマンディ地方セーヌマリティーム県、ブランビルイコールクレボンの裕福な家庭に生まれる。父は交渉人。マルセルは七人兄弟の三男であった。兄のガストンとレイモンは共に、マルセルより十歳以上年長で、それぞれジャックビヨン、レイモン・デュ・シャンビヨンの名で、美術家として知られている。他に、姉が一人と、 妹三人がおり、すぐ下の妹シュザンヌは、リューシャンのモデル及び協力者として知られている。マルセルはニーラの影響で、少年時代から絵を描き始める。高校を卒業後、1904年、パリに出てピューう東派のニーラと交流。兵役終了後、アカデミー・ジュリアンで絵画を学んだ。初期には、 印象派やフォービスム風の作品や階段を降りるラタイのようなキュビスムと未来派の影響を受けた絵画作品もある。1911年、連続写真を思わせる記者の中の悲しげな青年を制作。この年、フランシス・ピカビラと知り合い影響を受ける。翌1912年、出世作階段を降りるラタイナンバーに花嫁などを描く。しかし、 所属していたキュビスムを研究するグループの保守的な批判に憤慨し、グループ展に出品していた作品を取り下げる。この1912年に油絵を複数制作後、油絵をほとんど放棄する。1913年2月から3月、ニューヨークのアーモリーショーでは、仲間からは批判を受けた階段を降りるラタイナンバー2を含む4点が展示された。それは、 ヨーロッパの最新の芸術が輸入されてきたと、スキャンダラスな話題及び、屋根瓦工場の爆発などと新聞で揶揄され、アメリカにおける、デューシャンの名を大きく広め、ニューヨークに移り住む、大きな足がかりとなった。後半生にほとんど絵画作品を手がけなかったデューシャンが有名であるのは、この階段を降りるラタイナンバー2によるところが大きい。 第一次世界大戦中の1915年に渡米しニューヨークにアトリエを構える。1919年一旦フランスへ帰国。以後はアメリカとフランスを行き来しつつ主にアメリカで活動する。アメリカにはルイーズウォルター・レンスバーグ夫妻というデュシャンのパトロンとなる人物がいた。以後のデュシャンの主要作品はほとんどが アレンスバーグ夫妻のコレクションとなり、フィラデルフィア美術館に寄贈されて一括展示されている。また、コレクターのキャサリンドライヤー、美術家、写真家のマンレーとも進行を結んでいる。1915年に制作が始められ、1923年に未完のまま放棄された、通称、オーガラスは、リューシャンの仕事を語る上で欠かすことができない。これは、 高さ約2.7メートルの2枚の透明ガラスの間に、油彩、鉛の箔、場所によっては、埃りで色付けをした作品である。上部の花嫁の領域と下部の独身者の領域に分けられるが、この作品の構想や、各部分の表す意味については、難解で哲学的なメモ類が残っており、これらを分析することで、デュージャンでなくとも、 大ガラスを再制作することが可能であるがあるほか、ウルフリンデによるストックホルムバージョンとリチャード・ハミルトンによって作成されたロンドンバージョンが存在する。そのため、ガラスとメモの両方を合わせたものが一つの作品であると考えられている。作者自身はこの作品について晩年のインタビューで美学的に干渉されるものではなく、メモと一緒に見るべきものである。 美学の放棄ということ以外には特別の考えなく作ったものだと言明している。なお、オリジナルの大ガラスにはひびが入っているが、このひび割れは意図的に入れたものではなく、1926年に輸送中の取扱い不備により偶然生じたものだった。デューシャンは意図しない、偶然によって作品に新たな要素が付け加えられたことを喜んだ。 戦術のように大ガラス以降、リュージャンは自らの作品を作ることに興味を喪失したかのようであったが、トランクの中の箱など、それまでの作品のミニチュアコレクションとも言うべきものを作成したり、マンレー、キャサリンドライヤーとソシエテアノニムを運営し、芸術作品の目利きを務めるなどした。また、ダダやシュルレアリスムの展覧会にも、 展示会場のデザインなどで散発的に協力しており、活動の中心を担うことはしないものの、常に周辺にいて存在感を発揮した。早い時期に油絵を放棄したデューシャンは、既制のものをそのまま、あるいは若干手を加えただけのものをオブジェとして提示したレディメイドを数多く発表した。1913年製作の自転車の車輪が最初のレディメイドと言われている。 レディメイドのタイトルの多くは、ユーモアやアイロニーを交えた字口や語呂合わせで成り立っており、一つだけの意味を成り立たせないように周到に練られている。デューシャンは、レディメイドについて、明確な定義が自分でもできないと語っていた。泉アルフレッド・スティーグリッツによって撮影された写真の一枚である。中でも、普通の男子用小便器に、リチャード・マットという署名をし、 泉というタイトルをつけた作品は物議を醸した。この作品は、リューシャン自身が展示委員をしていたニューヨークアンデパンダン展に匿名で出品されたものの委員会の議論の末展示されることはなかった。後年、リューシャンは展示が拒否されたのではなく、作品は展覧会の間中し切り壁の背後に置かれていて、自分も作品がどこにあるか知らなかったとインタビューに、 答えている。デューシャンは自分が出品者であることを伏せたまま、展示委員の立場から抗議の評論文を新聞に発表し委員を辞任した。最終的にはこの作品は紛失した。後日、自身が編集に携わった雑誌ザ・ブラインドマンにおいてデューシャンはアルフレッド・スティーグリッツが撮った泉の写真も含めて以下のように言及している。マット氏が自分の手で 泉を制作したかどうかは重要ではない。彼はそれを選んだのだ。彼は日用品を選び、それを新しい主題と観点のもと、その有用性が消失するようにした。そのオブジェについての新しい思考を想像したのだこれは、レディメイドに関するデュシャンの考え方の一端を表しているとも考えられる。こうしたエピソードはいかにデュシャンが美術の枠を外そうとし、 また拒否反応があったかという点を示しているとも言えるが、抗議文の発表など手際の良さも目立ち、あらかじめこのことが起こるのを予期していたとも考えられ、見る者が芸術を作るというデュシャンの考え方を端的に示した一流のパフォーマンスとも言える。デュシャンはこの後、ほとんど作品を制作発表しなくなる。普段のイズミを含むレディメイド作品の多くはオリジナルは紛失している。 泉は、スティー・グリッツによって撮られた一枚の写真を残して、紛失しており、現在目にすることのできるのは写真家複製に限られている。しかし、30年後に、リュージャンに傾倒する若者が、別の市販の便器の展示許可を本人から得て、話題となった。リュージャンが、芸術は受け継がれていくものだと考え承諾し、アルマットのサインを入れた。現在、 芸術としての公式の便記が数百点に上る。泉は2004年12月、世界の芸術をリードする500人に最もインパクトの、ある現代芸術の作品をもてに選んでもらうという、調査の結果、パブロ・ピカソの名作、アビニョンの娘たちを抑えて、堂々の1位を獲得した。泉の発表後、20世紀の多くの芸術家は、デュシャン以降、 何が制作できるのかという問いに直面しており、それに応えた作品が多く生まれている。なお、泉という日本語題名については、語訳であり、噴水と訳すべきであったという説もある。それは、レディメイドという性格上、泉という自然のものではなく人工のものとして、扱うべきであるというのが理由である。また、デュシャンのエロテシズムに対する態度から、 決して性的なものを拒否していたとは思われないというのがもう一つの理由である。もしこの作品を放題、噴水として需要干渉するならば、その噴水のノズルは何か。それはこのオブジェの前にあって叱るべき男性器であり、すなわち作品名からしてダブルミーニングではないかというのが五訳説である。噴水とすべきという点については別の主張もある。 デューシャンの泉に使われた便器は配管して水を流した場合、水が噴水のように上に噴出する。そこからこの作品の題名が、ファウンテンイコール噴水と名付けられたという説である。参考、ドリンキングファウンテンイコール噴水式水のみ場、略、DF、あるいはウォーターファウンテンイコール噴水式水のみ機という表現もある。 泉という日本語のタイトルが付けられていることから、この作品にはアングルの代表作、泉と何らかの関係があると考え、この二つを結びつけて論じる人たちがいるが、デューシャンの泉の現代はフォンテーヌで、アングルの泉の現代ラソースとは異なる。この二つは類義語ではあるが、日本人以外でこの二つの作品の関係を論じる人はいないようである。 2006年、パリのポンピドゥセンターの企画展ギャラリーで行われた、ダダ展で、従来より、ポンピドゥセンター内の国立近代美術館で普段は、ガラスケース内に展示されていた、泉が、この企画展に移されケースなしで展示されていた。企画展終了の数日前、一人の男が、この泉をハンマーで叩き、国立近現代美術館所有の泉は破損した。 警察発表によればこの男は自分のやったことは芸術的パフォーマンスであり、デュージャンも理解したはずだと述べたという、ありがとうございます。